お世話になります、ひとりでございます。この前、なんとなくふらーっとポケモンウィキのソーラービームの項目を見てたら、こんな文言を見つけました。ダイヤモンドパールのみ日本バレ状態で相手がいない時にソーラービームを使うとソフトが応答しなくなる。この世代は謎の場所バグばかりに目が行きがちですから、私はこのバグは全くのノーマークでした。故に私の脳内に存在する好奇心が暴れ出し、制御が効かなくなり、やがて私は好奇心に支配され眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はソーラービームバグを検証していきたいと思います。はい、じゃあやっていくんですが、その前にどんなポケモン使うかね、軽くご紹介したいと思います。はい、まずはアルセウスでございまして、持ち物ね、満腹王国を持たせております。これはですね、ソーラービームをやるポケモンが高校にならないといけないので、まあ持たせてるって感じですね。まあ本当はこいつより速いやつ用意できればよかったんですけど、なかなかね、ダイパ自体はすぐ強いポケモン用意するのって難しいんですよね。ですからこうなっております。でこいつには日本バレとソーラービームを覚えさせております。意外とこれもね、覚えるポケモン結構いるんですけど、結構捕まえるのめんどくさいポケモンばっかなんですよね。なのでこいつに覚えさせちゃいましたもん。で今回はですね、相手がいない状態を作らないといけないので、相手が先行で瀕死状態になるように場を整えていきます。まあこれは普通の対戦でやったら多分かなり難しいので、通信対戦でねやっていきたいなと思います。で通信対戦で使う相手のポケモンはゴローニャですね。こいつで先行で大爆発をして、それで相手がいない状態作りたいと思います。はい、じゃあやっていきますよ。ここで、対戦していきます。ちなみにこれもね、何回ももうすでに撮影したんですよね。それで何回もミスって、それでようやくねアルセウスとゴローニャにたどり着いたっていう、もう本当にアホすぎて自分が。ここで、リーダーになりましょう。はい、これで相手が来ましたので、やっていきますよ。いやこれ本当1時間以上、2、3時間ぐらいこれさ用意に時間かかってますからね、地味に大変なんだよね本当に。ようやくだよ。はい、相手出てきた。これで勝負していきましょう。ゴローニャ出てきました。マスターボールに入ってますね。でここでアルセウスはまず何していくかというと、1ターン目はとりあえず日本バレやってきますね。日本バレやった状態でソーラービームをやる必要があるので、まあ1ターン目はこれと。で相手は岩砕きですね。適当にやっときます。まあこれは何でもいいんですけど、別に技はね、とりあえずやっといて、まあそこそこ食らうと。そんな食らってねえかまあしかもなんで防御下がってんだよ、ふざけんじゃねえよっていう話なんですけど、日本バレで晴らしていきましょう。これで日差し強くしていきますと。この状態でソーラービームをやるといいらしいんですね。できんのかね。はい、じゃこれで、アルセウスの方はですね、ソーラービームを放っていきます。で相手は大爆発ですね。はい、ここでどうなるかですよ。問題は大爆発で、ここで爆発して相手が瀕死になるはずです。これでまあ当然なんですけど、どんぐらい食らう。ちなみにこれ全然食らわなくはなくはない。意外と食らうね、意外と食らう。死ぬなよ死ぬなよ、危ねえ危ねえ。これで死んだらまたねやり直しだったからね、危なかった。これで倒れていく。相手いない状態ですよ。相手いない状態でソーラービームどうなるか。あ、え、ちょっと待って。あ、やっぱ待って待って、バグってる。あ、通信対戦でもちゃんとバグんだ。音がやばいBGM がやばいんだけど怖っ。え、マジでなった怖すぎでしょこれいやこれ良かった。一応 2,3 時間ねやった甲斐ありましたね。あ、ちなみにこれ今現在ですね、こっちの画面では今もう完全に止まって何も動かせない状態なんですよ。ただもう一個のあの DS のソフトの画面がですね、こっち画面録画してなかったので写真撮っときましたけど、通信エラー発生したって風になっちゃいますね。だからソーラービーム放った方がこういう風に BGM がずっとこうってなってて、それでもう一個の方は相手の方は別に通信エラーが発生した設定になるという。いやマジか、これやばいっすね、マジで怖すぎでしょ。じゃあ相手いない状態でソーラービームは放っちゃいけないということですね。いやこれめっちゃ本当準備に時間かけて四苦八苦した成果ありましたわ。まあそれでやることが、まあ、ソフトを止めることなんだけどね。これちょっとじゃあどうなんだろう、切ってみようか一回。怖っ、でつくかな、ちゃんとデータ大丈夫これ。はい、普通につくかな、大丈夫かな、最初からとかなんないよね。はい、オッケー、普通に大丈夫かな、こっちは。え、大丈夫だよね、なくなったりしてないよねデータ。あ、いけるかな。あー、ちゃんと行きましたね。普通にポケモンもいますんで OK です。よかった、これでデータなくなってたらまあ嫌だよでもう一個のソフトについては消さずにね、そのままね普通にポケモンセンターの方に戻れましたこんな長い時間準備して気づいたけど、わざわざ動画にするようなバグじゃなかったな。ということで検証結果、ソーラービームバグは意図おかしでした。まさかこんなにもちゃんと応答しなくなるとは
思いませんでしたね。しかもこれは全く起こらないとは言えないような状況なので、公式大会とかで起こった可能性もありますから、いざ決勝戦とかでバグ出たら爆笑もんですよね。今の時代はいくらでもバグは修正できますが、当時はバグの修正も難しそうですからね。もう少し起こりうる可能性が高いバグだったらすごいことになってたかもしれませんね。そういう当時の状況も考えると、こういうバグがあるのはいとおかしだと思います。ただ今でもたびたび話題になる謎の場所バグしかり、ソーラービームバグしかり、こんな大きなバグがユーザーに2本バレちゃうなんて、やっぱダイパは最高ですね。テロリストじゃ